ありがとうごこんにちは。ズひこです。それでは今回なんですけども、楽天ペンの魅力とは実際に使ってみたメリットやデメリットということで、今回は何気に活躍するこの楽天ペンについてお伝えしていこうと思います。 ま、この動画を見てる視聴者さんで楽天ペイを使われてる方はいらっしゃいますか僕自身、この楽天ペイ自体はぶっちゃけ利用頻度で言うとそんなに多くはないです。ですが、なんだかんだで使うことがあります。で、そこで僕なりに今年の4月から楽天ペイを使ってみて、まあ、それなりにまとめてみました。で、まずはデメリット3つからですね。 まず一つ目は、楽天ペイの対象加盟店が見つけにくいということですね。やっぱりこれはまず最初に来ますね。とにかく、この楽天ペイアプリから決済する場所を探すことがちょっと見づらいんですよね。というのも実際の画面は右に出てるような感じで、自分の近くからお店をいち早く探すことができたり、もしくはフィルターをかけてお店を探すこともできるんですけども、そこまでしてこの楽天ペイアプリに入っているお店の検索機能っていうのほとんど使ったことがないんですよね。まあ、ペイ y p やラインペイそして、 折り紙ペンなどはマップが入っているので、対象点を 探すのも結構簡単なんですけども、まあ楽天ペイに、まあ、マップを入れるとかなりこのアプリに負荷がかかりそうな気もせんくもないですが、ぜひですね、楽天ペイにマップのようなものを入れてほしいなというふうには思っています。先ほどのマップに関連もするんですけども、二つ目の加盟点が少ないということですね。僕が使い始めた今年の4月に比べたら比較的に増えた印象はあるんですけども、やっぱりまだまだ少ないなというふうにも思っています。 で、ドラッグストアはちょくちょく対応してるんですけども、やっぱりコンビニだと意外にもセブンイレブンは対応してないので、まあ加盟店が増えるのもちょっと時間がかかりそうだなっていうふうにも思っています。三つ目は、楽天カードがないと恩恵が少ないということですね。まあこの楽天カードを持ってない方からすると、還元が物足りないということですね。まあ実際の楽天ペイだけの還元率だと、下にも書いてるんですけども、200円で1ポイントなので、 還元率は0.5%にあたりますなのでペーペーなどに関しては最低でも3%の還元もあるんですがまあそれに比べると楽天カードを連携してない状態だとちょっと寂しさを感じますね次にメリット3つについてお伝えします まず一つ目は楽天カードとの相性がいいということで、やっぱりこれが一番ですね。まあ、現在はキャンペーン中ということもあって、楽天ペイに楽天カードを連携していると、期間中5%の還元が9月30日まで開催中です。上限金額はあるんですけども、楽天ペイユーザーからしたらこれは嬉しいですよね。まあ、比較すると出てる通りですね、楽天カードがなしだと200円で1ポイントなので、還元率は0.5%。楽天カードありの場合だと、キャンペーンを含めると、 でで10ポイントななので5の5%還元となりますで楽天カードを持っている方はもう楽天ペイを使うのもかなり効率的に楽天ポイントが貯まる印象がありますね次に2つ目は期間限定ポイントが使えるということですねこれは個人的にめちゃくちゃ嬉しいです楽天ペイは決済時に楽天ポイントが使えますでそこでこの期間限定ポイントなんですがなんだかんだでキャンペーンとかでちょくちょくもらうことはあるんですけども案の定ですねポンコツな僕は忘れがちでたまーに期限切れで期間限定 ポイントを執行ししててまうっっことはちょくちょょくくあったんですよねそしてどこで使うか迷うことはあったんですけどもこの楽天ペイのおかげで移行作業などは特にいらずスーパーやコンビニで簡単に使えるので本当に便利ですねちなみに下にも出てるんですけども楽天ペイでポイントを使って決済するときは 期間限定ポイントから先に使われて次に通常の楽天ポイントがなくなるようになっているので、まあ、安心してポイントでも決済はできるということになってますね。で、最後3つ目は楽天米ではネット決済も可能ということですね。まあ、これは結構充実してる印象がありまして、まあ、下の画像にも出てる通り5000サイト以上で利用が可能となってまして、ファッション、美容、生活、 グルメ、デジタルコンテンツなどジャンルは様々なんですよね。まあ、ネットショッピングなので先ほどの5%還元の対象外ではあるんですけども100円で1ポイント貯まって楽天カードと連携したら20ドリも可能というふうにもなっています。で、まとめるとこんな感じです。デメリットは3つ対象加盟店が見つけにくい2番目は加盟店が少ない 3番は楽天カードがないと恩恵が少ないそしてメリットは楽天カードとの相性が良くて2番目期間限定ポイントも使えるとそして3番目のネット決済も可能ということですね、まあ、他にもメリットとして楽天キャッシュで送金が可能であったりとか楽天ペイのアプリで楽天ポイントカードが表示できたりなどあるんですけども一応ざっとまとめるとこんな感じでした、まあ、僕の楽天ペイの印象としたら他のペイのキャンペーンが落ち着いている時に使うことがあるので、まあ、結構影の立役者みたいな感じのイメージです、まあ、そんなこんななこで今回は ですね、楽天ペイのメリットやデメリットについてお伝えをさせていただきました是非、ね、この動画を見ているリスナーさんで楽天ペイについて思うことがあれば下のコメント欄に書き込んでってくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました